3000m 障害決勝が行われます。プログラム30ページをご覧ください。この種目は2組のタイムレース決勝で行われます。大会記録は8分53秒88。なお、スターターは東京女子体育大学の阿久澤ひとみさんです。選手はスタート後にご紹介いたします。男子 3000m 障害1組目スタートしました。選手を紹介いたします。高波君、順天堂大学。瀬戸口君、帝京大学。谷君、防衛大学校。松信君、立命館大学。福江君、大阪体育大学。村岡君、帝京大学。2つ開けて奥田君、関西学院大学。木村君、東南大学。田中君、東京農工大学。川名君、城西大学。上松君、常葉大学。小林君、新潟医療福祉大学。以上の12名で行われております。飛び出しましたのは奥田君、関西学院大学。第二集団を引っ張りますのは高波君、順天堂大学。男子の棒高跳びは続いて関西学院大学の有明君、関西インカレは第2位。3000m 障害先頭は関西学院大学。まもなく 1000m。 1000m の通過2分58秒。後方の集団も8秒ほど空けてただいま 1000m を通過いたしました。依然としてトップは奥田君、関西学院大学。男子の棒高跳びは続いて日本体育大学、山本君、関東インカレのチャンピオン。女子走り高跳び続いての跳躍者は土川さん、早稲田大学。男子の棒高跳び日本体育大学、山本君、1回目は惜しく5メートル、1回目は惜しくも分かりました。続いて堀田君、中京大学。
3000m 障害、依然としてトップは奥田君、関西学院大学。それを追いますのは瀬戸口君、帝京大学。女子の走り幅跳びは福島大学の五十嵐さん、2回目の跳躍で 6m32 でトップにつきました。男子のウォーター跳び、国際武道大学佐々瀬君、惜しくも 5m は1回目赤い旗、続いて中京大学佐伯君。先頭変わりまして瀬戸口君、帝京大学。続いて川名君、城西大学。まもなく 2000m の通過、 2000m6 分06秒、ただいまの 1000m3 分08秒。帝京大学瀬戸口君、川名君、城西大学が続きます。変わりました。城西大学、川名君。男子の棒高跳び、続いて仙台大学の柴田君。東北インカレのチャンピオン。先頭はただいまホームストレート。瀬戸口君、帝京大学。ラスト一緒の金になりました。ペースを上げました。帝京大学、瀬戸口君。それを追いますのは川名君、城西大学。先頭の瀬戸口君、ただいま大障害、最後の大障害を超えました。男子の棒高跳び、続いて大阪教育大学中村君。3000m 障害、まもなくフィニッシュ。先頭は瀬戸口君、帝京大学。ただいまフィニッシュです。2着は川名君、城西大学。東京農工大学、田中君、フィニッシュ。
止です。男子の棒高跳びは続いて筑波大学の影山君、関東インカレは第7位。